どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、また前髪のアレンジの方法をやってみました。今日はロングヘアバージョンでやってます。で、今回のポイントがこう前から見た時に分け目がパックリ分かれてるのが見えないっていうのと、あとここのトップの高さですね、前髪のここのが出しやすいっていうアレンジになってます。まあ、しかもこうしっかり1日持つような感じのアレンジになってて、ピンも使わないので、いつも前髪アレンジでお困りの方、この方法だったら結構簡単にできるので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずシアオイルからつけていきます。前髪の毛羽立ちだったりとか、まとまりが少し出るぐらいまでつけていきます。あまりつけすぎるとベタベタになるので注意してください。次に分け目を決めます。だいたい黒目の横の位置ですね、から上に上がったところでサイドに分けておきます。分け目は真ん中に向かって分けると前から見た時に隠れやすいです。反対側もだいたい黒目の上がった位置で分け目を取り分けておきます。サイドの部分はダッカールで一度留めておきます。前髪を横に持ってきて、だいたいここの頬骨のところで髪の毛をまとめてゴムで結んでいきます。結んだら一度真ん中を開けてくるりんぱを一度やっていきます。少しゴムの部分を下に若干だけずらして、髪の毛をちょっと横にしてもう一度くるりんぱをやっていきます。ゴムの部分を持ちながら少しだけ髪の毛を広げていきます。特にこの顔周りですね、前にかかるところを重点的に広げていきます。次にこの辺のトップの部分ですね、の部分も少しだけ広げていきます。ちょっと高さが出たらいいかなと思うので、高さを出すのを意識して出してみてください。次に耳あたりの部分の髪の毛ですね、この辺の部分の髪の毛を下ろして一緒にまとめていきます。ここでもう一度ゴムを結んでいきます。ダッカールを外してサイドの髪の毛を前髪の上に乗せてバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。このほぐしの部分を結構しっかりめに出すとカジュアルな印象になりますし、緩めに出してあげると大人っぽい印象になります。よかったら参考にしてみてください。